皆さんこんにちは。芸術学部の加藤真希子です。日差しが強くなってきましたね。夏はもうすぐそこです。学生の皆さんはそろそろ前期試験の準備に追われている頃ではないでしょうか。さて、今日の NUSAT プログラムは日大ニュースからお届けします。5月26日に恒例の全学行事 NU 祭が生産工学部津田沼キャンパスで開催されました。今年は昨年までと違って一つの会場で開催されたため、全学部の展示や催し物が一堂に集結し、まさに日本大学の総合力を見せつけるものとなりました。それでは当日の様子を見てみましょう。ただいまから2001 NU 祭を開催いたします。今年の NU 祭には学内や近隣から7500人余りの来場者がありました。学部祭ではおなじみの各学部得意の出し物が勢ぞろいしていたため、1日では回りきれないほどでした。うまい。はい、ということで、はい、ありがとう。最初にですね、その映画の世界入ってですね、もうこの世界だというふうに決めたのはですね、入浴シーンがあったんですよ、お風呂の。そこへ全裸の女性が。いいよ、部屋でいいよ。マジでマジで。でもさ、はい。大きな出来事。NUSAT と NU 祭の合同企画として開催されたミュージックフェスティバルでは、文理学部のクロウが見事優勝しました。ファイヤー！できることなら一緒に行きたいぞ、アイコ！何でも！ドン！26番！行きます。あよ、もうみんな俺らのこと見てないよ。75！違う違う！65！聞いてください。で、僕に渡していただいて、はい、はい、さあ、あ、え、お前様そこにパソコンで買って、出ました、出ました、ボールペンです、ボールペン、おめでとうございます、大喝采です、ボールペン大喝采。
大野球部が第50回全日本大学野球選手権記念大会で準優勝に輝きました。35年ぶり3度目の全国制覇を目指し、東海大学との決勝戦に挑みました。全日本大学野球選手権には全国の各リーグを勝ち抜いた28校が参加しました。日大野球部は東都大学野球春のリーグで青山学院大学と優勝をかけて直接対決となりました。1回戦は中盤追いつかれたものの2点を追加して勝利、王手をかけますが2回戦ではお預け。5月25日の最終戦で6回裏、大野がスリーランホームランを打ち決勝点となりました。平成4年の秋以来17シーズンぶり20度目の優勝を果たしました。この快挙にセリーグ首位打者ヤクルトスワローズ真中満外野手をはじめ OB から喜びの声が数多く届きました。トップバッターの林は打率5割を誇り、最終戦でも5打数4安打、シーズン最多安打記録を5本も上回る30本をマークし、23年ぶりに記録を塗り替えました。さて、全日本大学野球選手権では2回戦で福井工業大学と対戦、10安打で7点を奪い7回コールド勝ち。3回戦国際武道大学との対戦ではピッチャーの継投で2対1の接戦をものにしました。準決勝は全てがシード校の強豪揃い。さよなら勝ちで上がってきた関西学生野球リーグの立命館大学との対戦です。日大のチーム打率は2割8分9厘。3回ワンアウトから集中打を浴びせます。フォアボールで満塁となりピッチャーが有園に交代。大野はキャッチャーの目を読み外角に絞って変化球を二遊間に打ち返すタイムリー。2点を追加し立命館大学を突き放します。その後2点を返されますがピッチャーを立山から小沢、今井とつなぎ反撃を阻止、32年ぶりの決勝戦に駒を進めました。6月20日全日本大学野球選手権決勝戦の対戦相手は東海大学。応援にも熱が入ります。東海大学は優勝候補の法政大学に対し着実に点を加え勝ち進んできました。2回表に先制のチャンスが訪れます。杉山、本橋が連続フォアボールで出塁、大野のヒットで満塁としますがピッチャー久保に抑え込まれ先制のチャンスを逃します。中盤までは投手戦となり野手もエース立山を援護します。2回と3回には飛び出したランナーを刺し得点圏を守りました。6回まで0対0の緊迫した戦いが続き32年前の決勝戦を思わせました。1969年の第18回大会のことです。その年も対戦相手は東海大学でした。最終回に入れられた3点を返せず涙を飲みました。そして今回は7回に均衡が破られました。東海大学の長谷川が内角球をライトスタンドに運び先制点を入れ、8回には橋本が直球をレフトスタンドに運び試合を決めました。全国制覇はなりませんでしたが、鈴木監督の指導のもと急激に力をつけてきた日大野球部は準優勝に輝きました。9月1日からは東都大学野球秋のリーグ戦が神宮球場で開催されます。皆様ぜひ球場に足を運び応援をお願いします。梅雨明け間近となりました。もうすぐ夏休みですね。そろそろ旅行の計画を立て始めているのではないでしょうか。そこで夏休み前恒例厚生施設案内をお送りします。日本大学は関東甲信越を中心に12カ所のセミナーハウスを備えています。山に囲まれた高原では鳥のさえずりを聞きながらハイキングをしたり森林浴が楽しめます。
また海に近いセミナーハウスでは海水浴の基地にもなり、自然環境は大変恵まれています。セミナーハウスの周辺には観光地や史跡が数多くあって、ゼミの講義に利用するだけではなく、学生そして教職員と家族も楽しめるセミナーハウスとなっています。そのほとんどの施設が東京から3時間以内で行ける距離にあって、大切な時間を無駄にしません。利用料金はとてもリーズナブルで、学生は1900円から3500円、教職員は3000円から4500円までとなっています。研究優先の施設もいくつかありますが、日大本部が所有する研究所や各学部で持っているセミナーハウスも他学部の学生、教職員が利用できます。詳しくは本部学生生活課作成のパンフレットが各学部学生課に用意されていますのでご覧ください。お申し込みは学生は学生課、教職員は庶務課までお願いします。夏休みにはどうぞご利用ください。ニュースに続いて大学クラブ紹介。今回は優美な舞を披露する農学研究会を紹介します。どうぞご覧ください。